えー、3組目ですね、選手トーク3組目のメンバーをご紹介します、秋山弘樹選手、鈴木浩二選手、古見太選手、早川文哉選手、島田譲選手、奥村仁選手、千葉和彦選手、そして石山青空選手です。 それではお座りください。よろしくお願いいたします。さあ、まずはじめに千葉選手、よろしくお願いいたします。千葉選手、はい、新年いよいよ始まります。はい、気持ちも高まってきてますか。はい。 どうしましまた、はい、<laughs> そうですね、こ、はい、今年もです、ね、毎年なんですけども、本当に大勢の、ね、サポーターに、えー、お越しいただいて、えー、よし、やるぞっていう気持ちに毎年毎年させてくれますね、この場所は。もうすぐ沖縄じゃないですか、はい、チームの発表もあった通り。り、はい、いろいろ練ってます、動画のこととか。そうですねあの、まだ全然降ってきてないので、まだ,まだ全然ですね。はいはい いつもはだいたいもう構想あるんですけども、ええ、まあ自分の能力を信じてるので、全然焦ってはいないです。<laughs> あの昨シーズンは、あれ、コーチで撮ったのが、公開されてたじゃないですか、はいえー、佐藤正史、はいえー、チームスタッフ、オフの日に引き連れて、はい、あれ、現地調達で買い出しも行ったんですってね、衣装も、はい、もう絶妙な昭和感のいいのありましたね。まあこの島村さんの、ね、力を借りて <laughs> 結構時間かかったんでしょ、あロケもいや、でも、そんなですね、半日ぐらいですかね、トータルで見たら結構時間かかってると思いますけども、楽しかったんで、広報スタッフがもう休みがなくなっちゃったって言って、裏話なんか教えてくれましたもん、ま仕事なんでね、広報もそうです、それ言ったらトレーニングオフの日見つけてやってるんですもんね、そうですよ、こっちも、プラスアルファでやってますから、こっちは。さすすがでございま 試合会場でのセレブレーションもろもろもちょっとこうあれですかねまた今後ですか降りてくるのはそうですねまだまあ、一つ一つこうクリアしていかないとだめ、はいはい、なんでまずはそっちの撮影のほうがまあサッカーも頑張りますけどももちろんそっちのほうも、はい、もちろん,もちろん最年長どんな雰囲気ですか大丈夫ですかこんな俺ばっか喋って時間は結構カツカツなんないですかいやいやここであの皆さんにちょっとこうゆっくりあのリラックスしていただいてはい。 っていう作戦ですよ。はい,は,いは,いはい、はい、はい。どうですか、雰囲気は。いや、いいんじゃないですか。お、はい。このチームで悪いってことはあんまないっすね。<laughs> な、はい、怖い、怖い、急に怖い。<laughs> はい、<laughs> あ、そうですね。えー、初めましてになりますか、千葉選手も。あの練習で。あ、そっか,か、そっか。そうですね。はい。でも、これからちょっと濃い関係になっていくんじゃないかなと思いますけれども。えー、奥村仁選手。 よろしくお願いいたします。お願いします。新加入奥村選手、皆様にご挨拶一言お願いしてもいいですか。あ、奥村仁です。よろしくお願いします。あのー、全く知ってる人が一人もいない中っていうことで、非常にこう不安な気持ちもあったというふうに伺っておりますが。はい、その辺どうだったんですか。正直なお気持ちは。えー、めちゃめちゃ不安でした。はい。ドキドキしながら。はい、ドキドキして、新潟来ました。 実際、そのチーム指導しました、皆さん合流しました、どうでした、その時はちょっと一発見に自分からやらかしちゃったんで、あこの一発芸をやったんですけども、も、はい、どんなんかちょっと忘れちゃったんで、もう一回やってもらった、<laughs> まあ違うのでもいいですけどね、あマイクなしで行くタイプですか、いらないですか。はい声,声張ってな 違うやつくつ行の,のと違うやつはい素晴らしい逸材ですね本当に不安でしたチーム合流するときで一発芸をやってそれがあ,あんまり受け,受けなかったんですか そうですねあ大丈夫です、それで多分距離縮まったと思いますよ、きっと奥村選手、プレーに関してはどうですか、どんなところを見せていきたいですかプレーは背後への飛び出しとか、まあ、ドリブルとかを見てもらったら嬉しいです、はい、チーム、どんな印象ですか、アルビは。そうですねめちゃくちゃ雰囲気が良くて、まあ、新加入の僕でもこう馴染みやすいっていうか、ここならまあ優勝。 狙えるんじゃないかなと思いますあのかなり喋るタイプっていう風うにもお聞きしているのでどんどんこれから先ねあのチームの動画なども含めてキャラ出していってくださいね頑張ります、はい、もう一発目でこれやったらもう怖いもんないでしょうもうねよろしくお願いします応援しておりますお願いしますさあそれから石山選手行きましょうか石山蔵選手よろしくお願いいたしますお願いします えー、青空選手にとってももうアルビの雰囲気というかこのチームの感じおなじみだとは思いますが、えー、改めてのこのルーキーとしての1年目としてのっていうことになりますけれどもどんなお気持ちですかまずは一試合でも早く試合に出て活躍している姿を見ていただけたらなと思ってますあのトップチームへの昇格ということになりましたどんなプレー見せていきたいですか自分はチャンスメイクだったり運動量の部分が 武器だと思ってるのでそういうところを出していけたらなと思ってますまあでも去年、西種登録であのリーグ戦ではないカップ戦の方ではピッチに立ったじゃないですかだからなんとなくこうイメージはできてますご自身がプレイしている雰囲気というかまあはいはい <laughs> 短かったんで<と>、はい、もっと出れたらなとは思ってます得意なプレーはどんなプレーですかえささっき <laughs> さっきき さっき言ったと思うんでど。あ、そ、はい、すみません。だいたいだいたい終わってた。さっきので。さっきので、はい。あ<ー>、大体。はい。それはすいませんでした。はい。大丈夫です。はい。早く出たいですね。そうですね。あ、それもさっき言ってましたっけ。はい、はい、いました。すねえ。青空選手、先輩たちに囲まれている形ですけれども、どどうですかこの顔ぶれ見て、あの特に話す機会が多い選手とかお世話になってる選手っていうといかがです。よ。 まあ全員話しかけてくれるんですけど、まあユズくんとかは、はい、はい、この間ちょっとリハビリで一緒で、はいはいすごい喋ってくれました。どどんなお話したんですかどんなお話？<laughs> アドバイスもらったりとかするんす。そうですねはいいろいろはいはいあんまり入ってきてはないってことですね染みてないってことですね。<laughs> 染みてない。そう染みる話しましたっけ。<laughs> すみません。すみません。<laughs> えー、島田義人選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当はもういいお話いっぱいしてたんですね。その時はね。そうですね。結構深い話もしたんで、はいろいろ出てくるかなと思ったんですけど。ええー。残念です。まさかでしたね。 島田選手はオフはどんなふうにお過ごしになってました。オフは本当、基本的にゆっくりしてました。はい。あとはね、あの女子サッカーの。ウミリーグの理事でもあり、あのエックスでも、ご自身でも、紹介されたり、されていると思いますけど。だから、その P. R. もね、お仕事の一つなわけですよね。そうですね。はい、もちろんそれもありますけど。うん、まあ、それよりも、まずは一番は自分のコンディションというか。体を、はい、体を休めることと、新しいシーズンに向けてっていうところ。 まあ、何よりも、こう意識して、まあ、過ごしてきました。女子サッカーの解説をされてた方がいるじゃないですか、ここに。そうなんです、はい、あの、ご覧になったんですか。なりましたし、はい、あの試合本当に。視聴率とかもすごい良かったみたいで。<ー>もう、それ好評で。はい。はい、素晴らしい。秋山博選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。楽しかったですか。解説。楽しかったです。はい。サッカー好きなんで。ええ。はい。 サッカー好きなんで、はい、<laughs> 秋山選手、えー、先日発表があった通り、はい、入籍ご結婚おめでとうございます。ます実際には年全く前だったんでしょ。っそうですか、はい、去年席入れさせていただきます。ね、はい。なんか変わりました気持ち的には。いや、まあなんか責任感というのは出てきましたけど、はい、まあでももうサッカーに集中するだけなんで。 あの今シーズンはあのチームの目標である J1 優勝というところに向かってあの自分が少しでもチームに貢献できたらなというふうには思ってますサポ,サポートしてくれるんですかはい,い大きいですか存在はめちゃくちゃ大きいですお、はい <laughs> 美味しいご飯も食べてますおいしいご飯まあ今ちょっとまだ別なんで今はまだ一人でご飯作ってる状況なんですけど、はい、あのキャンプ終わりにはおいしいご飯を作ってくれると思うんでうん それをパワーに変えて頑張っていきたいなと思います。応援しております。さあ、それから鈴木浩二選手、よろしくお願いいたします。お願いします。鈴木選手は、あの、もちろんもうパパでもある、お立場で,でですね。あの、早川選手はもう家族ぐるみで、よくなんかご一緒に。楽しまれてるっていうふうにお聞きしましたけども。はい、間違いないですか。間違いないです。どんなふうにして過ごすことが多いんですか。 まあ、ご飯食べに行ったり、まだふみあんちの子供がちっちゃいので、はい、ふみあんちに遊びに行ったり、お、まあ、仲良くさせててもらってます。パパ友みたいな感じ、言うならば。まあ、言うなれば。ええ、なんか、お互いの子の相手したりっていう時間もあるんですってあ僕、はいあの、浩二さんの息子大好きなんで、はい、いつも遊んでます。 あの鈴木浩二選手、チームメイトから伺ったことがありますけど、も本当に絵に描いたような親バカで、もううちの子が可愛くて可愛くてっていう話をもうみんなにしてるっていうのは、なんか聞いたことありますけれども、はい多分しちゃってると思うんですけど、はい、迷惑じゃなければいいんですけど、ね、<laughs> あのお子さん自慢ど、どんなところが鈴木家のお子さんは優れてますか どんなところが可愛いですか。いや全部可愛いですね。<laughs> でもなんなんだろうな。いやもういやもう可愛いですよやっぱ。<laughs> はいなんか説明することはないですね。あの急にサッカーの話しますけど、はい、鈴木選手はあのフォワードとしてプレーされてる中で前あのインタビューさせていただいたときにおっしゃってたんですが、もうあの普段基本的に緊張しないっていうふうにおっしゃってて。 常にこうふ俯瞰で見ているというか落ち着いてピッチに立たれるそうですね、若い頃からずっとそうですかそうですね、でも、まあ、本当に緊張しなくなったのは、まあ、やっぱ経験というか試合にどんどん出るようになって、まあ、それで本当の意味で緊張しなくなったかなというふうには思います、あの若い頃っというか最初の方はそう言い聞かせている自分もいたんですけどでもまあ今は本当に。 何も緊張しないです。もうスタジアムでいろんなサポーターの方の応援とかそういうのもじゃあもうすてこう聞こえてきてる状態で試合迎えてます。あ、そうですね。すごい常に何か冷静でいると思います。あ、なんかでもプレイスタイルからもちょっとその辺ねイメージしやすいところですけど、ぜひ元気にまたプレイしてくださいね今シーズンも。元気にプレイします。応援しております。ありがとうございます。それから。 早川文也選手、よろしくお願いいたします。ます早川選手、年末年始は新潟でした？はい、年末年始は新潟にいました。地震に戻りきましたね。そうですね、はい、えー。津波が来るっていう警報が鳴って急いでマンションの上に逃げました。ねえ、本当元日早々でしたけども、何かゆっくりする時間取れたんですか、オフの間は？はい、あのそれこそ年末年始はあの。 家族みんなで揃ってあのご飯食べたりできたんで、本当に落ち着いた時間を過ごせましたあの今、鈴木選手にもちょっとお子さんのお話し,していただきましたけど、早川家のお子さん、いかがですか、その後、どんどん成長して、そうですねすごく力強く、足が僕に似てきたなっていうのが、足が似てる、はい、8ヶ月ですけど、8ヶ月にして、えど,どんなんところが似てるんですかいやもう本当に単純に太い太ももが、<ー>僕に、はい、早くも、まあ、僕の息子だなっていうのが。<laughs> はい、じゃあもうムキムキになってくるかもしれないですね、急にま間違いなく <laughs>、はい、早川選手はどんなテーマを持って臨みますか、新シーズンも本当にあのチームがタイトルというか、J1 優勝という部分を掲げてるので、そこに、まあ、練習からもそうですけど、やはりチームとして、試合で結果を出せるように頑張りたいいいなという,ふうに思います早川選手はまとめ役というか、周りを見ながらという役割もきっとあるかなと思うんですけど、そのあたりは っていうタイプでもないんであのみんなと仲良くというかあの連携取りながらいい方向に進んでいけたらいいなっていうのを思ってます年関係なくいい雰囲気ですもんね最高にいい雰囲気だと思いますさあそして小見太選手よろしくお願いいたしますよろしくお願いします小見選手にとってはどんな年のイメージがありますかこの2024年 あのおみくじを引いたんですけど初詣に行った際に大吉だったんですよ。えー、いいことだけどあの内容を一つ一つ見たら、はい、なんかすごい悲惨なことばっかで <laughs> 大吉なのにでなんか教えみたいなところにはあ,のあんまり表に出るなっていう, <laughs> いうふうに <laughs> あの書かれてたんで、はい、今日もちょっとあの短いですけど、あのー、あまり表に出なかったんでよかったと思います。いやいやここここかからら出てってっください表にあこからは、まあ ちょこっと出ていきたいと思いますけど <laughs>、まあ、今日は良かったと思います、はい、大吉なのにあんまよくなかったっていう中身がねそうですねはいひどかったですあの一人旅されてたんですかはい福岡と大分のほうに行ってましたちなみに目的は目的は、えー、福岡はもつ鍋を食べに行って、はい、大分は別府温泉のほうに行ってきました、えー、お一人ではいそうですね去年もなんか一人で出かけてませんでした そうですね、毎年なんかどっかしら行ってますね、あいみょんのライブ見てきたあそうですね、はい、去年は大阪の方に行きました、一、はい、人が好きなんですかいや、そういうわけでもないですけど、一、はい、人でも行けるって感じですかね、でリフレッシュして、そうですね新潟戻ってきて、ねはい、さあ、この2024年シーズン、どんな目標、今のところ立てててます、やっぱり、あの僕の年では、パリ五輪があるので。 まあそこを目指して、まあ、まずはチームで結果を残すことがそこにもつながると思うので頑張りたいいと思いますオリンピックイヤーですからねそこに向けてっていうのは大きなテーマになりますよね、はい、そうですね、まあ、水戸もあっちに行っちゃったんで、はい、また一緒にプレーできるように、ええ、この半年が特に勝負だと思うんで、はい、頑張りたいいと思います水戸選手とは連絡取りました羽ばたいた後に取ってますすね、はい、おどんな様子ですか すごい元気そうで楽しくやってるみたいですね。<お>今もちょうど連絡取ってて、元木くんの髪型にが似合ってないねっていう話をしてました。<笑><笑>あ、海外からそんなツッコミが入ってましたか。そうですね。あ、本当ですか。はい。それ伝えたんですか。ご本人にも。いや、陰で言ってます。あ、陰で。はい。陰でね。小見選手にじゃお願いしてもよろしいでしょうか。ぜひあの代表してこのグループを代表して皆様に一言メッセージを最後締めにいただければと思いますが。はい。はい。 えーまあやっぱ監督からもえありましたけどまあ、リーグ優勝というところが今シーズンのチームの目標なのでそこに向かった取り組みとともに結果を求めて頑張っていきたいと思います今シーズンも熱い応援をよろしくお願いしますありがとうございました3組目のメンバーの皆さんでした大きな拍手をお願いいたします